ちょっと強い言い方をすれば、まあ人のやったことには興味がないですよね。まあとはいうものの、昔はね、やはり人が歩いたことのある場所を、まあ、まず歩いてみて、まあそうしたらいろんな世界を知って、そしたらいつの間にか自分が歩いたところが道になるような、まあ、そんなような登山ができるようになっていて、まあ、ただ昔は本当になんか自分にしかできない登山をしたいってすごい思ってたんですよ。そこにこだわりをすごい持ってやってたんですけど、ちょっとまだでも人と競っているところが、人と比べているところがあって、自分にしかとかって相手にはできなくて自分にしかできないことをしたい、そんな風な言い方をしてたんですけど、最近あれちょっと違うなって思い出して、自分だからこそできる登山をしたいな。日曜夜はテレビで情熱大陸。